日本腎臓学会は回収対象となっている小林製薬の3製品を接種後、腎機能などに障害が出た患者について、医師を対象にインターネット調査を行いました。その結果、腎障害が出た患者が全国に47人いて、ベニコジコレステヘルプを摂取した人のほか、1人が内視ヘルププラスコレステロールを摂取していたということです。 今年1月以降の受診がおよそ8割を占めているということで、症状は半数以上で、倦怠感や尿の異常、腎機能障害などでした。中止するだけで、比較的速やかに腎機能などが改善しているということですので、もし服用されておられる方がおられましたら、速やかに中止していただく。 患者は40歳から69歳がおよそ9割で、現時点では女性が66%だったということです。機能性食品というなことで、えー、多くの方っていうのは安心して飲んでおられるんではないかなというふうに思いますけれども、やはり、えー、このようなリスクがあるっていうことは、あのきちっと把握した上で服用いただく必要があるのではないかなというふうに思っています。

小林製薬から報告があった健康被害はサプリを接種後に腎疾患が疑われる5人が死亡入院した人の数は157人に増えたとしています。